おはようございます。今、ガイアラドルの募金をしております。目標の19万8000ビルに向けて現在結構集まったね。目標まであと134,500、なんかいろいろ。まあ、だいたいいつも5万ぐらい上げてるから、毎日5万。1日5万って決めてるから、上限は。わあ、また、お金ないないの戻っちゃった。お金ないないだね。そっか、上はなんか特にな、何もなさそうなんだよね。じゃあ、あ、でも、あれだ、化石があるから、ちょっとこのさ、化石も全部掘っとこう、もう。収録の時じゃないと化石を取らないからな、この人は。収録が揃ったら嫌という理由で化石を取らないっていうね。ああ、もう下手くそか、お前。穴を掘ってなんだ、お前は。もうそれ1年以上経つだろう。この間っていうか、その、確か、先々、これ撮ってるのが、時期的にはその、ゲーム内は8月になったけど、時間的には4月で、それで、4月ぐらいに確かもう1周年おめでとうみたいな感じの、ケーキをもらってたはずだから、割と1年近くはやってるはずなんだけどね。なのに未だに穴掘りがね、下手くそなんだよね、よく。エイムがあってね、エイムが。穴の掘りの。よし。でさ、動物の件について、よくよくやっぱり考えたんだけど、やっぱりね、固定しないで、いろんな動物と会いたい。一緒に暮らしたい。てか、フリルちゃんとケンジーちゃんは呼びたいから、やっぱり、サンリオキャラを一生定住させるというのは、ちょっと、諦める。ちょっと待って、人が話をしてる最中に眠ろ。なので、今日フリルちゃんを呼びます、もう一回。これ、それで2回目だったかな。あ、ラタンのクルーズだったら、やった。ラタン系はね、結構欲しいよね。あ、普通のやつ。シンプルな。茶色のやつ。いいね。会ってない人間いるか動物か、あ、これあれだ。なんか、アリクイうちにいたっけと思ったら、こっからなんか、ここだけ見たらさ、なんか、あ、アリクイいたっけと思ったら、傘だった、普通に。闇をカードってすごいな、これ。もうほんと、遊戯王カードと同じだよね、これ。金吸ってるようなもんだもん、これ。これのためにもう、どれだけ私にお金使ったかわかんないよ、もう。アミーボカードホルダーがいっぱいになって、さらに足りなくなるぐらいや、もう、アミーボカードにつぎ込んでるからね。金を。これはいい商売だよ。褒めてやるよ、ニンテンドー。てて。もしもし、フリルだよ。あ、うちへなんか用かい。ええ、キャプターで乗りだって。なさすがけど、陸行けないね。じゃあ早速試食するか。お疲れい。ダメだ。やっぱお疲れがな。お疲れがいいんだよな。すごい。かなー。なんだろうな。ゴミ特徴あるの好きなのかな、私な。見た目も好きなんだけどさ。お疲れい。なんかいいよね。声に出して読みたくなるキャラクターだよね。積み木のベンチ作ったらどんな感じなんだろうね。お疲れい。なんだろう。積み木のベンチ。あ、ありがとう。もらってないんだ。ありがとう。疲れるわ。渋滞が一緒に今日できるからね。けど悪いけど、明日の勝ちまから、鍋が入ったら疲れよ。お疲れい。お疲れい。何かな、うん。イホー。多分積み木だから、まず積み木のおもちゃ作んないといけないよね。前提レシピ。確か小物でしょ、これでしょ、で、これか。あ、じゃあ、あれだ。多分手持ちで作れるんちゃう、知らんけど。かわいい。ありがとう。この島で出会いしてくれたものをたくさんプレゼントしてくれたおかげで、旅の思い出も増えたよ。お疲れ、お疲れ。君も疲れ。いや、あんたの先生の心を打たれたよ。うちの島にラタンどうもありがとうね。この思い一生せないよ。そんなに重いやつ結構重いね。あ、そうそう、あんたにこれを、え、なにそれ、あ、いつも、あ、そっか、いつももらってるか。なんか。え、またこれしますけど、あ、ちょっと、BGM が。ゲイで BGM ほら、みんな集まれが。かかってきた。ちょっと。どうしよう。返したくない。だって、集まれだよ。ほら。みんな集まれだよ。どうしよう。いや、まだ多分2回目だったよな。
このトレンジ、この一人過ごして、過ごしていると、初心に帰る気がするんです。お疲れ。お疲れだね、それはね。それにしても、この島は出会わぬレベルが高くて、そうかな。うちのラブに上等にいられ、ずっといれたら、どんなにいいか、そんなこと思っちまったよ。お疲れ。いてもいいよ。ほんとかい。あんたがいるこの島ならきっと楽しいに違いないよ。あれ？あれ3回目だっけ？あれ？え？うん。そうなんだよね。うん。一回断っていい？ちょっと待って。ごめんね。ごめん。ちょっと待ってくれる？ちょっと待って。もう、何？あれ？もう3回目だったっけ？もう3回目だったっけ？え？どうしよう。いや、まあ、いいけどさ。いいけど、正直、ね、ジャコテンの部屋は見過ごせないんだよね、本当に、内装が。うちの島というか、私は確かにゴミを量産するのは得意なんだけど、室内でゴミを量産されるのはちょっとダメだよ、住人が。ミーもいいキャラだからな、でも全員残しときたいよ、本音は。ね。誰も生かしたくないよ。女子の人口高いな、おい。男子3って。男子3に対しては他全部女子でも。じゃあ、男はっていう言い方やだけど、男子も後で何か入れたいとは思ってるけど、とりあえず、ジャコテンちょっと話しておこう。それでね、あれだ、蜂の巣も揺らしておくか。ちょっとどいてね。ここ、ほら、蜂いるから、ほら。逃げろ。博物館行くぞ、博物館。もうそのまま化石の鑑定もしに行くぞ、おら42。ほぼほぼ被ってないじゃん。思ったよりもいいぞ。これ被ってんな。これ被ってるぞ。ケツァルクラトル。ディメロトロン。ディメトロドン。セナノドン。化石をドン。完成したとか言ってくんないの？ちょっと見に行くか。プールとかサボってる可能性もある。報告を。完成したけどめんどくさいから言わなくていいや、みたいな。そんな可能性もある。これなんか割と揃ってきた感もあるね。いいね。落ち着くなぁ。もう薄暗さがいいんだよね。なんも完成してねえな。あ、これ完成してよくない？待って、ここら辺も完成してよくない？完成してるじゃねえかよ！これも完成してるじゃん。プータ、いいよ。完成してるじゃん。ここら辺もまだだけど。これまだだね。完成してるやないか。これはなんかすごい。間綺麗に抜かれてんな。うんこ。足跡。ああ、尻尾がちょうどないや。これもなんか、カードに封印された状態みたいになってんな、これ。ディノニクス。うん、カードに封印されて、うわあ、みたいな感じ。絶妙に完成してる。これ完成してるだろ、これは。サボってんな、フータ。報告を。あれとそれとこれとこれが完成しましたのおめでとうございます。ついでになんか説明聞いてみますかって言ってよー。わかんないじゃん。行くねとわかんないよ。ここは全然できてないし。あ、こっちはできてるくね？ほら。これでかい鹿。でか鹿。メガスロプス、この間がないね。メガロケロス完成してんじゃん。意外と化石揃ってきてんじゃん。知らんうちに。あと、海の幸、今、金作に使ってるから、ほとんど寄贈してないんだよな。さすがにね、珍しいやつ、なんか、なかなか釣れなそうな、サメ、海の幸じゃねえか、例えばそう、キングみたいな、ダイオグソクムシね。キングみたいなっていうか、普通にダイオグソクムシなんだけど、ダイオグソクムシとか、クソでかいさ、バカでかい青い貝あるじゃん。あれとかは、一応納品してるはず。納品した上で売り払ったり、ペットにしたりしてる。でもさ、なんか、あ、ジャコテンいたわ！
なんだお前。にもくんだよ。一応囲むな、全員で。大して囲むんじゃない。そっか、だからお前お部屋の住人なんだな。部屋のものを売り払え。あと私もカバンの中のものを売り払いなさい。これと、あともうこれも売っちゃえ。これ、これ、これ。これ。アメフトズボンも着ないからいっか。今回な、実はもう着ないからな、もう登録しちゃうからいいや、ごめん、レコちゃん、すまない、許してくれ。それはもうちょっと、しょうがない。あの、タンスの肥やしになるぐらいならお金にさせてくれ。取っておきたい気持ちはやまやまなんだ。じゃあ、おでんさ、引っ越していい？なになに、つーの。こんな色々売ってると何が買えばいいのかわかんなくなっちゃうよね、つーの。むかつく。じゃあな。まあ、いいやつだったよ。ジミーとの関係を断ち切るためにも、なに、出ましか？ジミーとの関係を断ち切るためにも、ちょっと私ここで引導を渡してやんないといけないの。お、アレキサンドラを、それまでおが、ちょっと待って、ちょっと待って、網がない、網が、網、網、網。網、網がない、網、網、あったあったあった。網やっぱなんか常に持っとかないとダメだな。なんでこんなとこに湧いてんだ、しかし。ヘイ！いやー、チャンプありがとう。やっぱチャンプ離れがたいなー。なんかやっぱりチャンプ離れがたいな。ちげえ。節水して。ああ、うるせえ。元気。みんなが筋肉痛だけど、俺らそんなに嫌いじゃないんだよな、僕。皆さんと一回り筋力でかくなった気がして嬉しい。それ腫れてるだけでね。気持ち悪いな。やっぱ。うちの島民頭おかしいやつしかおらんのか。半数頭おかしいぞ。いや、とりあえずちょっと、ビールちゃん呼ぶか。呼ぶか。もう、これも私もすごい悩んだんだけど、数日。呼ぶべきか否か。なんで今飾ってんの座っていい？ありがとう。座る？ちゃ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 ん。ふりちゃん。とだけげる。いや、歌聞いてんだから。すごい喋ってくる。これ私が作った積み木のベンチでしょ？なんかこの曲知らないこれ。これ何？ラジオ？普通の。普通のラジオ？この曲欲しいな。真ん中触っちゃった。え？怖っ。同じ声流れた。うん。わかんないわかんない。何語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 ？眠そう。フリちゃん。ああ。うん。無人島がないんかい。仕入れてこいや。ああ。お疲れお疲れうん。ほんと。すいません、ほんと。おいでほんとかい。なんだけど、この島ね、きっと楽しい時間だよ。うん。サクッと、サクッと聞いてきて。てか、私がなんなら交渉しに行くから、直に。うん、いよいよ。うん。まあね。そう、もうないんだけど、いいよ。よっしゃ。そしたら、誰に頼むのがいいかね。で、さっき79歳の生きる言えばすぐ話をつけるとしたら、この人らじゃないかってさ。まあ、そりゃそうよな。私っつったら、この中に私が入ってたら、おかしいもんね。島民代表みたいな。てか、あんこ割となんか、同系色背景と。オクタドはなんか、すごいツイッターアイコンにマッチしそうな顔の形してるし、面白いなんかな。こうしてみたら、レイコもだな。ジェシカだけが唯一なんかはみ出てね。あ、アリアも、アリアでも、アリア割とハマってるな。ジェシカだけだな。ジェシカ相当耳でかいんだな、これ。小顔効果ってやつかな。横手も割と丸顔だね。ミミちゃんも頭のこの耳がなければね、丸顔だね。なんか何アイドル系って何目きついのが流行りか。ジェシカなんかね、色気があるよね。かわいい。なんか同じ垂れ目とかその半目なのになんかなんでこんなに違うんだろう。なんだろう。なんでだ。シャンプーは眉毛が繋がってるし、眉毛が繋がってる同士、こいつとこいつ。ミスズだけじゃない、パッチリ。でも、アリアも、アリアも半目だけど割とパッチリしてるよな。半目というかなんだろうな。レイコは釣り目だよね、これはね。うん。パッチリ系と釣り目系ね。いや、面白いな、こうやって見ると。お疲れ！ジャグタンお疲れ！こんなに選択肢あるんだ。知らんかった。そうだよ、間違えた。やっぱりやめよう。今、まあそうだよ。じゃあ一応聞いてくるか。
現地が漏れるようにあんた戻ってて、これお疲れ、まだまだ、まだまだ。祈ってる、祈る段階、祈る前の段階でお疲れって言っちゃダメでしょ。うん。ムカつくな、あいつ。うん。改めて、うちはフリル。さあ、あんたは今だね、これからさよならよ。お疲れ、フリルお疲れ。うん。さっさと帰りな。ああ、お疲れ、ありがとう、お疲れ。じゃあな。かわいい。唇に黒いのはちょっとすごいな。バンギャがやっぱ、バンギャなのか。さて、ジャコテンの様子を見に行くか。よいしょ、よいしょ。寂しくなるな、まあ。こうなってくると。来たなぁ。来た、どっちにしろ来たねー。なんか申し訳なくなってきて、フルちゃんにこんなお部屋の跡地に住まわせんのも。おぉ、見てこれ。誰こんなひどい壁紙考えた。間違えた。この壁紙、OK した人誰マジで。何がいいと思ってこの壁紙にしたこれ。見てこれ。ほら。もう。汚い。地平線の果てまで汚い。もう。どこ履いてんの？ゴミの上で、ゴミ？また。ゴミの上を吐くの。さらに。あのね、もうゴミしかないよ、じゃあ5年これ。ゴミしかない、ほら。汚い、汚い、汚い。こっち側に向かって吐かないでくれよ。私がこっち側にいるのがダメ？なんで私がいる方向で吐くんだ、お前は。私がゴミだって言いたいのか？じゃあ5年。ジョー君、いらっしゃーい。ちょっと散らかって、いや、ちょっと、ちょっと、あの、散らかってるところの騒ぎじゃないんだよ、これも。今、私の準備中なんだ。君にはお話できなかったけど、いや、して、してる。僕、明日にはここ出ていくんだよ。連絡してくれてありがとう。またどっかで会えるといいね、つーの。またね、つーの。じゃね。いやー、汚い部屋。というわけで、明日、ちょっと感じた。ここにフルルちゃんが、引っ越してきます。うわー、楽しみー。お知らせねー。じゃあ、前だけ戻って今日は帰りますか。帰るって言い方もどういうことって感じだけど。現実に帰るか。現実に帰るか。うん。そうやな。現実に。じゃあ、現実に。あ、ちゃんぷどうした？まだ帰らないか？いいっす。またったな。もぐ。おい、さっきはめる、え？あー、海賊ね。大丈夫大丈夫、あいつバカだから。そんな危害加えてくるような、あれじゃないから、もう危害加える以前の問題だからね。あいつが危害加えられてるから、嵐に。かわいそうに。というわけで、明日ね、ここね、新しい島民が引っ越してくるよ。ジミー、どうだい？女子が増えるよ。うん、よくね、ヒュー！道具のこだわりがあってね、僕の虫取り網よく見ると、ジミーって掘ってあるんだよ。虫取りの成果には全く関係ないけどね、ヒュー。名前書いとくの大事だから分かんなくなっちゃうもん。誰が、誰のやつか。それは大事だよ。名前ちゃんと書いときな。フリルちゃんが引っ越してくるんだったら、もうちょっとここら辺も綺麗にしとかないといけないから、ジーヤに、荷物をいろいろ持たしておこうかと思います。あ、ミミちゃんも。あ、ちょっとあの虫も欲しい。ミミちゃん、この虫、あ、ちょ、こっちこっち。誰も褒めてくれなかった。あ、これ捕まえてなかったっけ？錦織ツバメが。そこら辺の茶より綺麗。すごい失礼。なんで方向転換した？見て、ミミちゃんめっちゃ悲しそうなんか。ほら。何をあいつやばみたいな顔してるもん。なんで？やばくねって、私は。さっき、うん。ほんとか？さっき無視されてたけど。うん。普段、ニモちゃんはどんな飲み物をよく飲むの？やば！炭酸水かな。それ以外。強炭酸。炭酸がバリバリに効いてんなら何でもいい。ウィルキンソンでもいい。ウィルキンソン以上じゃないともう効かないね。体に合わないわ。だったら水飲んでた方がいいよ、普通に。強炭酸水。ただの水じゃないんだよ。ただの水じゃないんだよね。強炭酸水なんだよね。強いんだ。強炭酸水を飲むよ。うん。やばくねって。強炭酸水かー。さすがにもちゃん、2のところ行くよね。
それどこで見つけるの？コンビニだよ、コンビニ。コンビニ見つけんだよ。コンビニでもどこでもあるから、大丈夫。じゃあまあ今日は、とりあえず、ここら辺でお別れいたしましょう。さよなら、バイバーイ。おぐー。